なんか時間もかからずに始めたかなんか変になっちゃってた。こんばんは。ということでユミスタ第2部スタートしますよ。行くよ。2部よろしくお願いします。これで終わりになるので、まあまあまあぐらいはい、それでは始めます。よろしく。スタート。みずき好きですさっきも鍵開けじゃなかった？すごいね、意図せず鍵開けできるの才能だよ普通に。ありがとうね。私も好きかもありがとう。次、あ、米川さん、シングル選抜おめでとうございます。今後も AKB の中心メンバーとして活躍していくことを期待してます。新公演は歌唱力やダンスレベルが高そうな声で、まなかちゃんのスキルが生かしそうですね。応援してます。だってね、歌唱力とかすごい好きで、米川さんは嬉しい、そうやって言ってくれて。でもすごい私も刺激的な公演だなって思ってるので頑張ります。ありがとう。次、きよしさん、選抜復帰おめでとう。お、私の分かる清さん、これは最近会えてなくないか、どうだありがとう。選抜として頑張るので会いに来てください。待ってるよ。ありがとう。次、本庄さん、お、ひらがなできた。まなか覚えてる、いつか2人で花束でピクニック行った時、花束は侵入禁止だと警察さんに捕まえれて、僕だけ連行されたのに、まなかは花だと思われて無事に通り過ぎたじゃん。懐かしいね。すいません、なんか韓国で流行ったネタ何その韓国で流行ったネタ、独特すぎないか。ホンジュさん、ホンジュさんは韓国のファンの方なんだけど、めっちゃ日本語上手で、そう、しかもめちゃくちゃいい曲を教えてくれるんですよ、よく。だから最近も教えてくれてありがとね、ホンジュさん。韓国で会おうな次、2回目だったね、ホンジュさん。ホッケ、ホッケ3回目。さっき個人情報ばらしたばっかりのホッケが来ました。握手会2日間ありがとうございました。いつも緊張しすぎてほとんど握手せず、目も合わせられず、挙動不審なオタクですいません。本当にそれな。まとめ出しなのに話題がなくても何とかしてくれる田口さん、さすがだなと尊敬します。次の握手もノープランでいきますね。本当にさ、どうなの、ノープランで来るって普通にって思ってるよ私はね。ゆいりさんとは話が噛み合わないとか、ゆいしさんありがとうございます。いつも握手せずに帰ることあるけどね、ありがとう。私が握手してもらおうとしてる時多いけどね、ありがとう。よしきさん、コメントないよ。これはもしかしてあの有名な、もう有名な、めちゃくちゃ有名バンドマンのよしきさんですかと思える、あの表示の仕方してるけど、ありがとう。向こうもよしきやってる、ありがとう。次、まるさん、コンサートのリハーサルも絶賛進行してるかと思いますが、ここだけの話、ぜひここだけの話をぜひ。割と早い段階から振り入れあったんだけど、あの何も覚えてません、早かったおかげで。一段落したらファンクラブイベント誰でもあるかなと楽しみにしてます。そうね、4月ぐらいに、4月5月ぐらいにできたらいいなって思ってます。ありがとう。次、ワッキー、まなか改めて選抜復帰おめでとう。おめでとう。まなかが奈良選抜に戻ってくれて信じてたよ。これからもずっと応援してるからね。だってありがとう。なんかやっと戻ってこれたねっていう気持ちでいっぱいだよね。私もその気持ちでいっぱいだよ、ワッキー、ありがとう。次、聖子さん、田口新武家の坂上がり公演大好きでした。印象的だったのは武藤智さんの卒業公演に行けたことかな。関西在住なのでなかなか劇場に行けませんが、またお会いしたいです。だって聖子さん、ありがとう。 K の公演来てくれてたってことだよね、嬉しい。まあ劇場ね、遠いから出張公演とかできたらいいんだけどね、まあ、ファンミーティングとかもあるので来れたら待ってます。ありがとう。次、筋肉さん、黒のタンクトップで見てるよ。選抜復帰でサイン始めたからマジ嬉しいよ。筋肉さんはね、ちょっと前だよね、初めましてしたの。マジでずっとタンクトップ着てるんだよ、お見送りとかでもね、いつもタンクトップ着てる。面白いよ、あのね、背景タンクトップの服しか飾ってない人です、筋肉さん。ありがとう。筋肉にね、従順なんだもんね。次、
次、渡辺司来ました。名前さらされるで有名な渡辺司さんやってまいりましたよ。きっとね、エリーちゃんのこのリミスタにも出てくると思うので、エリーちゃんも見る方は覚えておいてください。マホちゃんもいるかな、多分。選抜復帰おめでとうございます。歌番組はいろいろなメディアの活躍を楽しみにしてます。そしてありがとう、私は波動での活躍楽しみにしてます。ありがとう。次、野村さとしさん。お、野村さんはね、ファンクラブイベントの時にじゃんけん勝ってチェキゲットしてましたよ。野村タビさんの復帰、心から喜んでます。たくさんの努力が報われてよかったです。また握手会、公演、波動行きます。待ってるよ、波動。波動なんかさ、どっか他の指摘いて指摘されてたよね、そういう話したよね、最近。か、お、ズッキー推しのかが来たよ。ズッキー推しのズッキーのところにもきっと出てくるであろう。か、かはね、いつも遠いけど来てくれるよね。まなかちゃん、選抜復帰おめでとう。なんか最近まなかちゃんのこともっと好きになった。だって、嘘、嬉しいね、ありがとう。握手も来てくれてね、最近も。ありがとう、いつも遠くから会いに来てくれて。ズッキー愛にあふれた背景いつも見てるよ。次、ロエンさん。お、ロエンさん2回目ましてだね。ロエンさんの姿見たことないんだよね、こんなに親しげな感じだけど、まだオンラインでしか認識がなくて。4月には韓国なんですね。ウィバースさんが当選させてくれるという保証はありませんが、最大限努力してみます。で、それではソウルで会いましょう。そうね、でもなんかやっと会えそうな感じですね、ロエさん。私あれに憧れがあるんですよ、マナカって書いてある韓国語のボードみたいな、そういうのを楽しみにしてます。じゃあありがとう。韓国ね、楽しみだよね、わかるよ。あ、ここちゃん、握手会でヘニョヘニョしないを目標に生きていこうの気持ち。無理だね、じゃあ多分。これだって書いてるのさ、握手会前とかでしょ。無理だったよ。どう、無理でしたけど。ここちゃん、ここちゃん無理でしたけど、ちなみに今回はほぼほぼの確率で無理でしたけど、何回かスタッフさんに怒られるぐらいには無理でしたけど、どうですかね。牛の名前、そう、牛牧場で働いてるんだけどさ、牛の名前名付けたんだよね、私が。何言ってたかな、何て言ってたっけね、あれ。私ドリンク、飲み物の名前にしたんだけど、何だったっけあれ、名前が思い出せない、飲み物の。エナジーチャージみたいな名前にしたんだよ。次、ハムマさん。なぜ僕が劇場公演に最前で入れるとマナカちゃんが衣装を脱ぎ忘れたり貸したりするのでしょうか。嫌われてるのでしょうか。僕は大好きです。ポッケベリーわっしょいわっしょい、ありがたがちだって。そうなんだよ、伝説の目撃者公演でハケて出てきたのに衣装着てた回があったんだけど、衣装を着たまま出て行った時、目の前にいたのがハムマサでした。死ぬほどニヤニヤされたのを今でも覚えてます。本当にね、ポッケベリーじゃないだろ、みずみんがいるチームだろ、どうせ。おい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 。次、マリコ。お、マリコ、マリコが来たぞ。ちょっと待ってね。時の流れはあっという間で、もうすぐ私も社会人になってしまいますが、マリコの瞳の真ん中はずっと真ん中やで。マジでさ、だから最近キャラ変激しくない？普通に。どうした？キャラ変を感じすぎてびっくりしちゃうけど、大丈夫そう？本当にありがとうございます。キャラ変美味しくいただきました。ね、あなたの瞳の真ん中はマリッコやろ。はい。ポッケムリティッシュ使いましたって、いいじゃん。じゃあ絶対来てね、分かった。はい、次、遠藤。連番ですか。連番ですかね。改めて選抜復帰おめでとう。まなかちゃんのおかげで毎回イベントで幸せをもらえたり、気づけばたくさんの友達ができたり、毎日楽しく過ごしてるよ。ありがとう、まなかちゃんが心身ともに健康で過ごしてくれて、この幸せがずっと続くことに祈ってます。だって嬉しいね、遠藤くんはね。そうね、
2日目も来ると思ってたんだけど、ケプラーのライブ行ってました。ありがとう遠藤くん。こうやってね、どんどんオタクの情報を晒していきますからね。ありがとうございます。ミミスタってオタクの情報を晒すための回でしょ、これって。違ったっけ、違ったか、間違えた間違えた。次はるさん、はるさん、これから選抜としての活動だったり中心メンバーとしていろいろ大変なこともあるだろうけど、ずっと変わると AKB が大好きって思い続けてほしい。私も中が幸せでやられる限りずっと AKB 応援してるからね。ありがとうございます、嬉しいよ。いつもさ、なんか部屋借りてやってくれるよね、オンライン話会。ありがとうね、いつも。今日はここの部屋か。でもいつもね、定番の場所あるよね、あるけど。ということで楽しいね、リミスタ。選抜じゃなくなってもリミスタだけはやりたいぐらい楽しい。アボカドちゃん、初めての名前だな。アボカドちゃん、まなかちゃんはコンマ1秒でも見逃すのが惜しいぐらいお顔と表情が可愛いので写真を撮っていてとても楽しいです。あ、アボカドちゃんね、リナちゃんだ、リナちゃんです。端っこや後列にいても必ず見つけて振るからね、安心、撮るからね、安心してください。まなかちゃんの子が大好きなアボカドよりリナちゃんって名前です、この子は。ありがとうございます。アボカドのね、名前です、リナちゃん。リナちゃん写真撮るのめちゃくちゃ上手なんですよ。ありがとうございます。コンサートでもね、写真タイムあるかわかんないけど、あったら全力で撮ってほしいね。いつもさ、端に隠れてるのに見つけて撮ってるからね、感動してるよ私。次、カズヤン、これからもいろんな景色をまなかちゃんと、そしてその他のファンの皆さんと共有していきたいです。アイドル戦国時代と言われるコンサート、昨晩、昨晩この作ですが、あなたの背中には私たちがついてます。一人じゃありません。時には弱音や愚痴を吐いて、これからも一緒に楽しんでいこう。だってカズヤン、ありがとう、優しいな本当にね。確かに今アイドルのね、種類が増えてきてるからさ、あれだけど、でも AKB にはね、ずっと AKB の良さがあると思ってるからさ、私はそれを大切にしていきたいよね。わかるよその気持ち。あ、黒猫もほもさん、二度目まして、猫もふもふ、あ、出たよ渡辺司、出たよ渡辺司、聞いたか今。 MV や歌番組に選抜としてまなかちゃんがいるのがとても嬉しいです。お願いがあるのですが、 MV の時のようなロングのまなかちゃんが見たいです。次のシングルでまたとは言わないので、次の次まなかちゃんがセンターで聴くので、ぜひロングお待ちしてます。だってありがとう、ロング好きだよね、そんな印象あるよ。私もロング割と気に入ってるから、また近いうちできたらやるね、お金に余裕ができたら。高いのよ X ステって本当に。だからお金に余裕ができたらやります。ひろまゆさん来た、2回目、これからも応援してますねって、ほら見てこれだよ、同じことしか言わない、いつも。でいつも割とねまとめで来てくれることが多いんだけど、途中で帰ろうとします、もういいって言って、な、私が引き止める、ひろまゆです。ありがとうございます。ひろまゆさんね、なんで私が引き止めるんだろうっていう思ってますけど。るっちゃん、るっちゃんに挑めましてだね。るっちゃんはね、るっちゃんはね、いろんな挑戦を続けてる子なんですよね。だから今大変なこともいっぱいあると思うけど、私が今度は韓国に出向くから、韓国だったら会えるしね。ねえるちゃん、ありがとう、2回目だねるちゃん。次、まるさん、お、まるさん、まるさん3回目ぐらいじゃないか、むしろ違うまるさんが紛れ込んでる可能性ある、わかんないわかんない。次、選抜入りおめでとう、めっちゃ嬉しかったよ、無理せずまなかちゃんのペースでね。まなずんの絡みが大好き、やっぱまるさんだわ。ありがとう、まなずん、まなずんで最近通称と撮ってないよね、間違いないわ、じゃあ撮るね、ずんと今日でも会ったら。楽しみにしててください、指針ですそれは。じゃあなので指針を待っていてください、まなずんの指針が上がるの。次、ありちゃん、お、二度目ましてだね。
かりちゃん。好きになってからまだまだ日は浅いけども遅かれ遅かれまなかちゃんと出会えた私は宇宙一の少数者だって出会ってから毎日のように思ってます。好きすぎるよ重くなっちゃう私だけどこれからまなかちゃんのことずっとずっと好きでいたいしさせてね。ありがとう。あいちゃん、あいちゃんはね握手会の時にめっちゃ早口で私の魅力を語ってくれました最近オンラインの時もまなかちゃんの好きなところ30個ってか30個言うねって言ってなんとかが可愛いなんとかが可愛いなあーって言って切れて終わりましたね前にね。そんな姿も愛おしかったですよ。次タカさん、おタカさんも2度目ましたよね。まなかちゃんを見てると自然と笑顔になります。これからの活動も楽しみにしてますって。タカさんの笑顔はって笑顔ですありがとう嬉しいよ笑顔になってくれて。次あや二度目ましたあや。あやを漢字で出すタイプだ。なんかこれに申し込むとまなかちゃんがたくさん褒めてくれて聞いたんだけど期待してます。ちょっと最近会いに来てないからちょっと難しいところはありますけれども、そうですね、まあコールの声が大きいです。ごめん長所ありがとう。あと私の名前でなんかボトル確保してるらしいです。お気に入りの居酒屋さんかなんかでって、ね、めちゃくちゃ個人情報を出しておきます。次なわちゃん、なわちゃんです。2度目だね。選抜おめでとうございます。カラコミックとてもいい曲ですが、まなかちゃんの声さをたくさん出していってください。これからも応援してます。なわちゃんはいつも応援してくれるの。どんな時でもまなかちゃん頑張ってねって言ってくれるので、くしゃみでそうなっちゃう。嬉しいよありがとう。そんなコール出してるか、すごいよ、すごいコールだよ。やべっち来たよ、来たよやべっち。レナッチさんがちこいやべっち。レナッチさんのことってさ、まあ、わかんない。通常の人は割とレナッチって呼ぶことの方が多いじゃんか。やべっちはレナちゃんだから裸眼だと瞳の真ん中は加藤レナちゃんですが、マナクルにピントが合うとコンタクトは愛用中ですので今後ともよろしくお願いします。だってほらこのコメントでもやっぱもうレナちゃん出てくるから、レナちゃん、加藤レナちゃんです。加藤レナの、加藤レナの男です。レナチさんのこと加藤レナなんて言ったら怒られる。やめてくれ本当に。やべっちね。やべっちとろけた顔してる人です。覚えておいてください皆さん。ジュン。2度目だね。ジュンさん。ジュンさんで合ってるよね。きっとね。いつも楽しませてくれてありがたくちです。まなかちゃんとは楽しい思い出がたくさん。これからも思い出増やしていけるようにもっと応援してくれよろしくね。だって。ありがとう。よくよく来てくれて。ね、じゅんさん。これから、そうね、いっぱい思い出作ろうな。じゅんさん、私が思い描いたじゅんさんであっていれば、レナッチさんじゃなくて、レナッチさんはやべちね。レナッチさんに続いて、木崎ゆりやさんが好きな。じゅんさんです。私のじゅんがあってれば。ごめん仕事で見れてませんけどサインありがとう。お、はるさん、はるさんさっき書いたよサインありがとうね。次うららちゃん2度目だね。うららちゃん、あえて前回のサイン会と同じ2部はメッセージなしでとかも思ったけど今回はちゃんと書きます。SNS を見るたびに最近特に可愛いと感じることが増えたので直接たくさんサインシグルしたいと思います。だって嬉しい、ありがとう。来てくれたもんね今回も。あんまさ握手とかそんなに頻繁に来る印象ないけど来てくれたもんね、ありがとう。じゃあいっぱい会おうね。合ってる？合ってたわ。じゅんじゅんさんはゆりやさんのアクセサリーを私にプレゼントしてくれるみたいなのでいやプレゼントしてくれた私はゆりやさんのアクセサリーをいっぱいつけますね、ありがとう。次湯気、湯気だよ。ゆるーくぐだぐだまなかちゃんと話す時間がとっても好き。あっという間すぎて困っちゃう。これからもいっぱいに行くので社畜乗り越えられる癒しいっぱいちょうだい。だって湯気は
メンバーカラー決めたんだ最近。シルバーイエローみたいなカラーの女です。ありがとう。ゆげゆげは村山中好きなんだって。だからゆりさんのところと私のところにいる人がいたらゆげかもしれませんね。そう、ゆげはなんか初手私のこと好きそうな目してくる人です。次、ピーナウさん。ナウだから何って言いそうだけど、俺が前髪パッツン、どんだけこいつ前髪パッツン好きなんだ。さっきも前髪パッツンって言ってたよね。マジでそういうことやると前髪パッツンにしたくなくなるからやめとき、本当に。はい、ありがとうございます。次、豆林さん来た。まるかちゃん可愛い本当に。だって普段こんなこと言わないのに、どうしたの。今キャラ変してるでしょ。外面をやっぱり良くしていこうみたいなスタイルだな。さてはどうだ。もえもえしーさんはね、あれだね、自転車好きだよね。なんか後ろに背景に自転車よく飾ってる気がする。ありがとう。ズラじゃねえし、言ってないわ。カツラかぶってるだけ、人も言ってないのよ。次次、園田さん。まなかちゃんがレジェンドのゆきりんさんの卒業シングルで選抜復帰したのがものすごく嬉しい。ゆきりんさんは選抜復帰のまなかちゃんにどんな言葉をかけてくれましたか。どんな言葉かけてくれたかな。全然覚えてないけど、多分なんか嬉しいよみたいな、まなかと選抜になって嬉しいよみたいなことを言ってたよね。聞いた気がする。私もそうやって言ってたわ。じゃあだからすごい喜んでました、ゆきりんさん私と一緒に選抜にやられて。まあまあまあ、あの親しき中にも礼儀あり、忘れないように生きていきます。ありがとう、園田さん。次、その広さんね。たっくん、楽しいばかりがまなかな1年になりますように。劇場で歌って踊ってるまなかちゃんが好きだって。たっくん、最近劇場の入場順良かったよね。だからそろそろ優勝しそうで心配だけど、頑張って優勝しないように生きてください。ありがとう。たっくん、あ、待って、何も書いてなかった、記号。たっくん、たっくんね。たっくんは一言コメントのところにいつも新曲の新規で書いてる。カラコミンク新規みたいなね。ニッタン、次ニッタン、新曲聴くたびにまなかちゃんへの好きが溢れて止まりません。選抜おめでたくていつもありがとうだって。ニッタンありがとう。ニッタン、ニッタンのお友達がさ、ちょっと前に劇場来てくれたんだけど、ニッタンと連番でね、ペンライトの振り方の文化の違いを感じたの覚えてます今でも。そう、ありがとうね。ニッタン2日間とマークして来てくれたからね。次、ユミ、ユミユミ、まなかちゃんこんばんは。昨日なくしかありがたくして、おそらく本人はとっても楽しんでいたことかと思います。だってはい、ということでユミありがとう。ユミはもともとゆりさんとズンだよね。ズンリー、ズンリーが好きだったんだけど、なぜか風の向きが変わって私のことを好きになったレアキャラ。くしゃみでそう、めっちゃくしゃみでそうだけどさ、出ないんだよね。でも今日花粉すごいよね、本当に。私もそう思うけど、頑張って生きてる。おじりん、おじりん、おじりんってさ、そんなにパッと見すごい頭は良くないんじゃないみたいな雰囲気なんだけど、めっちゃ頭いいらしいっていうのが昨日発覚した。私は今旅行から帰宅する新幹線の中だと思われます。楽しい旅行になってますように。まなかちゃんも忙しいと思うけど、旅行とかできるだけしてね。関西も来てね。神戸の女です。あ、ファンミで大阪来てくれるやん。家族、友達、隣の家の人とか、とりあえずいっぱい連れてく。隣の家の人と会えるの楽しみにしてるね。おじりん、おじりんは派手髪なんだけど、なんかバイト先で派手髪しちゃいけないのに派手髪するようなちょっと変わってる人なんだけど、おもろいですよ。続いて、あやたん、あやたん、カラコンインクのマナ
かちゃん、ロングのまなかちゃんも、ショートのまなかちゃんも見れて本当に最高です。早く生で見たいな。まなかちゃんのウィンクは見たいです。いつもありがとう。だってありがとう、やだ。そうね、早くか。まだカラコインクみんなの前でやったことないもんね。楽しみにしてて、いつかできるの。ありがとう。次出た、ほらアポロさん来ましたけど、もういつもはカタカナアポロなんだけど、ふざけてます。表記の仕方を変えてきました。初めて見たよ、この英語でやってきたことないのに、一回もアポロ、アポロ。二十歳という節目に選抜戻ってくる方は、これからのイケメン絶対必要な人です。お前の価値は実際にそうなる人です。12歳で一目見た時からビビッときた。私の瞳は正しかった。そして今も真中、私の瞳の真ん中、真ん中です。これは決まった。はい、おめでとうございます。決まったみたいです。アポロさんありがとうございます。アポロさんはね、あの関西なのに結構現場来てくれるんですよ。すごいよね。そして絶えずずっと好きでいるから、本当にすごいよ。すごいと思ってるよ、私。めっちゃ次、紫犬。黙読で夜起きた。まなかちゃん口をするほどなんだけど、本気で押す最後のメンバーと思ってる。これからもずっとずっとよろしくね。ということで、ちょっとごめんなさい、黙読できなかったんですけど、紫犬ありがとう。紫犬は久しぶりに喋るとめちゃくちゃコミュ障を起こします、私に対して。だけど最近なくなったよね。しかもなんかナルさんの握手行った時は普通に喋れたんだよねって言ってて、どういうことって思ったよーってね、昨日ね。そう、次、みちさん。マナ好きの活動が増えて嬉しい。だってゆずきちゃん、はい、ということでありがとうございます。ゆずきちゃんといる時間がすごい増えたんですよ。だからゆずきちゃんといっぱい絡むね。ありがたいことに。次、高野さん来た。二度目まして。カラコンマジうま。まなかちゃん今日めちゃくちゃ可愛いですね。カラコンインクのレコーディングの時に吉政さんが言われたことは印象的だったことは何かエピソードあったら教えてください。吉政さんに、なんかもう、私は余裕ですみたいな感じだねって言われました。あのレコーディングの時にね、なんかいい感じにレコーディングできてたから、こうふーってこうしてたら、なんかすごい余裕あるふうに見えたみたいで、いいねって言われました。あと、いつ吉政ライブ出てくれるのって言われたんですけど、あの私も出たいので出させてくださいということで。次、リサちゃん出た出た。うんまで書いだろうかなって思うけど、ちょっと我慢するね。はい、田口真中さんって赤ん坊みたいなバブ顔してるよね。可愛いね。話変わるけど、ゆいりしこはゆい、 AKB のミラが楽しみになっちゃってうるうるしちゃいました。だってありがとう。下手で見な、次は神田だったからね、今回はね。下手で見るの楽しみにしてるね。まあ、次いつ入れるか分かんないけど、そう、割と早くに入れちゃったからね。だから次入った時はぜひ下手で、最後下手が多いからね。次、チーボー。お、チズルじゃなくてチーボーできたよ。チーボー選抜決めで、たまなかちゃんの歌声、演技、パフォーマンス、ダンス力、 MC、 かっこよさと可愛さを感じられたパフォーマンス全部大好き、元気と幸せもらってる。まなかちゃんの中で毎日楽しい、いつもありがたい、嬉しい。チーボー、チーボー難しいよね。チーボー、チーボーってなんて説明したらいいんだろう。めっちゃ一途だけど、マジでオンラインの電波悪くて、いつも電波悪いんだよ。いつも電波悪いんだよ。もうびっくりするぐらい電波悪くて、でそしたらすごい謝ってくれる。ごめんね、ごめん、そんな電波悪いってこう、だからいつも謝らせてますね。次、日和出た。これもコメントないんだ。日和はあの居酒屋でアルバイトしてるんだけど、あれらしいよ、ジョッキ6個持てるらしい、両手で。それが特技なんだって。だからみんな褒めてあげる。ジョギロコモデルなんですごいね。みんなやってあげてください。それが特技らしいんで、今もバイト中ですってね、頑張ってください。バイトをジョギロコ持ってね。次、ゆりえ。ゆりえ、あ、
福祉会につきいつも話さなくなってしまってごめんなさい。真ん中が怖いすぎてやばいんです。でもエマに書いた目標を達成できるように頑張ります。これからもよろしく。エマに何書いてた、エマに何書いてたか忘れたけどさ、あの強しさんっていう人、最近覚えた、強しさんっていう人と連番で来るんだけど、私より強しさん見るのやめて、とりあえずね。それができれば私は満足です。ありがとう。次出た、ボスな人、鳴海宗吉いましたよ。白スーツ、帽子、サングラス。マジでめっちゃ前からいるからね、ボスな人も。選抜受験おめでとう。このまま選抜条例になることを祈ってます。だってありがとう。いつもさ、オンラインするとき背景グリーンバックなんだ。それだけはいつも、なんでグリーンバックからやってるんだろうって思ってるんだけど、なぜかいつもグリーンバックでお話し会をやってくれるボスな人です。なのでみんな覚えておいてください。さらさんといてみんな覚えて、ボスな人覚えておいてね。絶対忘れないで。ヨークマさん、なんかヨークマって聞いたことあるけど、ヨークマさん選抜おめでとうございます。ユーリさんのプロデュースの注目してほしいところは、私中盤曲大好きなので中盤曲見てください。見てね。ありがとう、ヨークマさん。鼻水止まんない。次アツシ、選抜おめでとう。12月の握手会4年ぶりで、20歳初に3大賞と特別感があったよ。3大賞も良かったけど、成人式前日のネメネメ配信が面白かった。そんなしたっけ。春コン4月の握手は決まってる。歌、ダンス、MC と何でもできちゃうから自信持ってねって。ありがとう。もう20歳になったからね。ありがとう。あ、鼻がやばい。携帯充電するの忘れてた。そういえばマナカファンはマナカに似て個性的だね。だって褒められてますよ皆さん。多分ありがフォーコ、お、フォーコさんが来ました。フォーコさんもね、いつも海外から来てくれるんだけどね、結構定期的に来てくれるよね。ありがフォーコ、選抜受験おめでとう。最近のマナカちゃん可愛さ満点、恋人感満載。今年はきっと素敵な一年になる。しっかりやってください。だってまたマナカ、またマナカしてる劇場公演見たい。だってフォーコさんありがとう。そう、香港からね、ありがとうね。フォーコさん、シェイシェイ田口。フォーコさんはね、いつもね、マナカちゃん大好きってこう言ってくれるのよ。ありがとう。来週会いましょう。だって来週来てくれるのね。コンサートか待ってるね、フォーコさん。コウコさんたまにツインテールしてくれます。可愛いです。ありがとう。次ニコル、選抜受験おめでとう。連続で選抜入れるように支えるね。音楽番組ファンミスが楽しみにしてるね。ありがとうニコルさん。ニコルさんはね、あれだよ、昨日私がふざけて、あのさ、個別握手会の会場でさ、タオル売ってたじゃん、カラコンインクの個別タオル、選抜メンバーの。あれふざけて、じゃあ4個買ってって本当に買ってたから、多分本当におかしいですニコルさんね。ニコルさんいい人ですよ。面白い。愛知からよく来てますって言ってね、住んでる場所をバラす。次、鴨友彦、間違えた、鴨友博さん、はい、間違えた。せめてあと10年は AKB にいてください。頑張って応援し続けますね。これずっと言ってくれてるよね。マジでそうだよ、思ってる。ありがとう。そう、握手も来てくれるしね、よく。ハーバー美味しかった。あ、そう、ハーバーね、そう、あの遠くから来てくれてるのよ。だから帰り、新横浜で何買ったらいいですかってこう言われて、新横浜かみたいな、なんか、いやもう歌謡圏のシューマイみたいな、とか、いやそれは買うんだけどみたいな感じで、なんかあるかなと、ハーバーだ、ハーバーって言ったら、見つけましたみたいな、ハーバー買って帰るねってそう言ってくれたの。美味しかったなら何よりです。次第3、コメント書いてないね。ありがとう第3、次はコメント待ってるね。ありがとう。次
猫舌。お、猫舌。さっきも同じとこ歌った気がする。まなかちゃん選抜復帰おめでとう。 MV のロングまなかちゃんもテレビのショートまなかちゃんも可愛すぎでした。アザージャケットサイン楽しみにしてね。あ、ありがとう。できたよアザージャケット届くの楽しみにしてて。いつもありがとう。ショールームいっぱいコメントしてくれるよね。次、ゆい、ゆいちゃんかな。それは合ってるかい。ゆいちゃんで合ってる。ゆい、まなかちゃん選抜おめでとう。初めてのリミストさん嬉しいです。63万目の曲もたくさん会えますように。ゆいちゃんありがとう。結構会いに来てくれるよね。劇場めっちゃ当たる印象あるよゆいちゃんは。ありがとう。最近連番でね劇場に来てくれることが増えたと思いますゆいちゃんは。ありがとう。アンジーさん来たよ。アンジーさんさっきもう呼ばれましたかってコメントしてたけどついに来ましたよ。アンジーさん、アンジー、アンジーさん歌唱力ナンバーワン、パフォーマンスも一流、その上返して若いこの曲でまなかちゃんの魅力がもっともっとたくさんの人に見つかってほしいと願ってます。アンジーさんありがとう。アンジーさんはマジで優しいし面白いしヒートテック見えた、あのいい人なんですよ。ありがとうねアンジーさん。アンジーさんはまなみさん推しだったの。そうなんだけど経営きっかけなんだっけ、なんかいろいろきっかけあったって話したよね最近した。でも劇場のCD を私が生きてから本格的に押そうと思ったって言ってた気がする。どうですかアンジーさんありがとう。アンジーさん可愛いんですよ次、たくみ、再びジャケットにサイン書いてもらうのは嬉しい限りです。選抜おめでとうだって。ありがとう。マジで大切にしてねありがとう。2個目じゃないじゃんね。ありがとう。次、あれこれ欲しい。お、あれこれ欲しい来たね。あれこれ欲しいってさ誰推しなの結局。なんかあんま誰推しか分かんない。でもいろんな恋愛にいる印象あるけど誰推しなんだろうなっていつも思ってますよ。選抜復帰おめでとう。ゆきりんとの選抜最後だし自分自身も楽しんでね。ありがとう。楽しむね。せっかくだからもう全力で楽しんで後悔ないように過ごします。次、泉ちゃん来たね。泉ちゃんと最近話してない気がする。オンライン対面そうじゃないか。どうだね。選抜復帰おめでとう。また音楽番組のまなかちゃんを見れて嬉しいです。ユリーのプロスコミュ好きなユニット曲はタブーの量です。わかるよ。とにかく楽しくてまなかちゃんは最高に可愛かったです。さてありがとう。泉ちゃん本当に好きってよく言ってくれるよね。嬉しいよ。だから本当に私のこと好きなんだよなって伝わってくるからありがとうね。次、ラー油来ました。ラー油ちくわ、はい、もう終わりだ。これは入り方が終わりちくわ選抜来ましたね。自慢のおしみが選抜して活動する姿を見届けると幸せに思います。これから共にいろんな景色を見に行こう。ではでは…てんてんてん、やめてほしい私のメール真似すんの。ありがとう。ラー油は何、どんな人。まとめ出しが好きな人ですなんて言ったらいいかわかんないけど、ラー油はおもろいですよ。なんか最近フィッシュワングランプリに出たじゃないですか。だから次は調味料グランプリに出てほしいって。そしたら俺の名前が出てくるでしょってなんか意味わかんないこと言ってました。ありがとう次、ご清しでヒロ、ちょっと待って、ヒロイキさん、これはズキちゃん推しですまなかへ選抜おめでとう。楽しみにしてるから頑張ってね。発売日の3月13日、俺の誕生日だよ。同じ日なんだか嬉しい。おめでとう。おめでとうだね。誕生日なんだ。いつもね、そう、ズキちゃん推しなんだけど、ズキちゃん推し感はあんま出さないタイプだよね。だよね。おもろいなって思ってるよ。ありがとうね。次、
通る。お。通る。通る。通るはバスの運転手してます。しかも市営バスとかそういうのじゃなくて、なんか学校とかのバスとかの運転手してます。通るは。だけどコメントが書いてありません。ありがとう。ディズニーめっちゃ好きなんだ。だから最近マークシュ来た時もディズニーの話をしてました。で、ね、どんどん個人情報ばらしていくからね、ごめんね。でもほら誰か分かんなかったらチャラみたいなとこあるじゃん。どれが通るかなんて分かんないしね。はい、ヨン様来た。ヨン様は1234様っていうのがキャッチフレーズらしいです。次、選抜復帰おめでとう。まなかちゃんこれからの AKB 引っ張っていく一人だと思うので楽しみにしております。今の AKB が一番好きだ。だってありがとう。ヨン様ホテちゃんにハマってるんだって最近。でも波動でポッキムリの席が当たったらちゃんとポッキムリ応援するよって言ってましたよ、ヨン様。ヨン様本当にホテちゃんにハマってそうな感じするけど、調子どう調子どうかな、ヨン様。次、パンちゃん。お、パンちゃん。パンちゃんはいつから私のファンなんだろうね。なんかあんま聞いたことない気がする。いつも元気と笑顔もらってるユニバースで、まなかちゃんを近くに感じれて嬉しい。ありがとう、これからもよろしくね。確かに近くに感じるよね、パンちゃん。パンちゃん最近会った記憶ないから会いに来てください。待ってるよ。次、ガッシュさん。ガッシュさんはねすごいんだよ。毎公演その公演メンバーの名前を書いたうちを作ってくるの。ファンミーティング、仙台かどっかでったファンミーティングの時に、なるさん推しじゃなくなっててバレて怒られてました。まなかちゃんこんばんは。選抜おめでとう。かわいいまなかちゃん推しになって幸せ。いつかチーム下手の公演お願いします。当公演は下手の目でパフォーマンスを行います。センブロチそんなことあるか。ありがとう、ガッシュさん。ガッシュさんは最近体重増えすぎて腰痛いらしいので、みんなダイエット方法を伝授しましょう。それから応援しましょう、ガッシュさんのことね。もう腰が痛くてダメかもしれないってね、昨日今日一昨日か昨日一昨日言ってましたからね、ガッシュさん。次、ゆたか。おはようからお休みまで毎日頑張る、あなたに元気もらっています。田口真中はもはや生活の一部と言っても過言ではないぐらい、いつもありがとう。これからもどうぞよろしく。バラすなありがとう、ゆたか。ゆたかは今こう地方に飛んでいってるんだけど、飛んでいってるんだけど、早く帰ってこれるように昇進できるように頑張ってるらしいので、早く昇進できることを祈ってます。課長になったらこっちに帰ってこれるんだって昨日聞いた情報もう世に出す人、本当に個人情報。次、ひで。まなかちゃん、お目目がとっても大きいな、可愛いな、尊いな。こんなこと言う必要じゃないんだけどね、この人は。なんか毎回同じお話が始まるとびっくりした雰囲気の話し方をする。なんていうの、うわもう来たのかっていう、あの嘘みたいな反応をする人です。嘘ですけどね、それね。ありがとうございます本当におもろいと思ってるよ。次、アスパラや来た。アスパラ、アスパラや、まあ最近てかもう昨日話したけど、選抜復帰までとまなかちゃんの姿見れる機会が増えて本当に嬉しいです。これからも教えていきます。あの車のナンバーを私が言ったナンバーにしてるんですけど、新しい車に買い替えるらしいですよめちゃくちゃ個人情報出したけど大丈夫。でも大丈夫だ。もう昔はねアスパラを首から下げてたから誰がアスパラやか多分バレてたけど、今もう首から下げてないから大丈夫です。次、アリサちゃん。アリサちゃん、次、マニャカー。マナカを好きになってから毎日楽しいです。お友達も増えました。心なしか自分の肌も強くなってる気がしますこれがマニャカの力。いつも幸せな時間をありがとうね、マナカも幸せになりますように。出た出た。あのねマジでね会話できないあんまり、アリサちゃん。あの本当に多分会話する気なくて、いつもそろそろさ会話しようと思わないって言いそうだよマジで。昨日もなんかまともな会話せずに最後の握手終わったんで、あの頑張ってくださーい、はい、次、ひーちゃん。お、ひーちゃん、ひーちゃん、
ひーちゃんあれだよね、なんか名前のボードを作ってほしい人いますかみたいなのをツイッターで募集かけてめちゃくちゃ来てて病んでるひーちゃんです。多分元カレのリミスターの時好きなお味噌汁の具、あ懐かしいね、聞いたらまなかちゃんに笑われたので、今回も締め切りギリギリまで一生懸命質問を考えました。ズバリまなかちゃんの好きな靴下の丈は何ですか。ちなみに私は裸足が好きです。私はねくるぶしよりちょっと上が好き。ありがとうひーちゃん、頑張って作りなよ、自分で言ったんだからさ明日までに作るんでしょ、いや今日までに作るんでしょ、頑張って今日までに作りなよ全部あー面白い次ゆまちゃん、お来たよゆまちゃん、ゆまちゃんみんなゆまちゃんのこと励ましてあげてください。ちょっと詳しいこと言うとさ、さすがにね、いやゆまちゃんはあの私あのそんな攻撃したくない、かわいそうだから攻撃しないけど、みんなユーマッチョ最近へこんでるから励ましてください。まなかちゃん改めて選抜おめでとう、頭髪 MV で輝いてまなかちゃん、とても幸せなまなかちゃんが頑張ってる姿を見てるから自分も頑張ろうと思い前向きになれる気がします。いつも本当にありがとう、だってありがとう。ユーマッチョさんはね東北の方に住んでます。サッカーが好きです。あとかわいいかわいいチワワちゃん飼ってますね。本当にかわいいんだよね、よく散歩してる時とかあるよね、可愛いんですよ毎日は。あと壁にいつも私のカレンダーかけてくれてますね。次モグ選抜復帰アンド20歳おめでとう、今度一緒に遊びに、モグそうだね、最近はあんまりないかもしれないけど、ありがとう。お酒ね、お酒まだあんま先輩と飲んだことないから飲んでみたいところですけれども、ひーちゃんあれ早くない2回目、早いタイプだね、ひーちゃん。まなかちゃんこんばんは、17日のコンサート昼夜行きます、新しい打ち合いで応援するからね。お大丈夫、新しい打ち合い作ってるよ、ある今楽しみにしてるね、ひーちゃんありがとう、昼夜来てくれるんだ。次竹野さん、お竹野さん、竹野さんって誰を知って言ってたかな、前話したよね、話したけどちょっと忘れたかも竹野さんはあの私がイベントやるごとにね魅力をいっぱい教えてくれるの。選抜先おめでとうございます、本作ではまなかちゃんがカメラにたくさん映るので歌番組とても楽しいです。可愛さに加えてパフォーマンスの表現に自信を持って画面から伝わってきます。まなかちゃん今の相手では体現する不可欠な存在だと感じてます、だってありがとう、ありがとうね。ケノンさんはね最近メガネやめたんだよ、そう、あ多分別のひーちゃんさんです、だって誰だろうこのひーちゃん、誰なんて書いてたっけ、まなかちゃんこんばんは、17日のコンサート昼夜行きます、新しいうちわで応援するから、え誰、私どのひーちゃんこれ、じゃあまた今度握手会で名乗りに来てください、あのひーちゃんは私ですって、だから教えに来てね、そしたら私が新しいニックネームつけてあげるよひーちゃん待ってるからね、これ見たらちゃんと会いに来てよとか言って、めちゃくちゃ会いに来てる人だったら本当に私のこと一発殴っていいからよろしく。次インディーさん、インディーさんって最近来たっけ、いや分かるんだけどさ、カウントダウンでこれぞ AKB っていうアイドルソング選抜メンバーとしてキラキラ輝くまなかちゃんが、ここの底から嬉しかったです、くれぐれも信じない、気をつけてね、さらなる活躍楽しみにしてます、ありがとうインディーさん。インディーさんはね優しいよね、インディーさんマジで優しいよ、なんかいつも微笑んでる印象あるよインディーさん、ありがとう、大切にしてください私のサイン。インディーさん、インディーさんと最近話した記憶ないかもよ、リコラニアン初めて、昨日うちわの写真見せたひーちゃんです、だって昨日うちわの写真見せた、何のうちわだ教えて、何のうちわ、あー鼻水が止まらないよ、昨日何のうちわ見せてくれた、リコラニアン、まなかちゃん右振りで、まなかちゃんに巡りで受験の応援をしていただいたおかげで無事に大学を合格しました、これから大学生活まなかちゃんを推し活頑張りますので、おめでとう、よかったね、じゃあこれからいっぱい会えるってこと、てか大学生って年下じゃん、やば、ありがとう、これからいっぱい会おうね、ありがとう。昨日うちは見せたひーちゃん、
昨日うちは見せたひーちゃん、昨日うちは見せたひーちゃん、どこでうちは見せたひーちゃん、ちょっとね、コメントが。次、ホタテ、うちわの写真だよ。どういううちわ、今必死に思い出してるから教えて。ホタテ、妖精さんがマニアカとして人間界に舞い降りてくれたことに日々感謝してます。最近は風が強いので風に飛ばされた妖精さんがこのそのまま妖精の森へ帰ってしまわないか心配です。君のいない世界は無意味なので一生人間界にいてください。私はあなたが心配です。大丈夫ですか、何かありましたか、頑張って生きてください。お願いだからホタテ、ホタテ大丈夫か、ホタテなんかおかしいぞ、ホタテ大丈夫か、心配になってきたぞホタテ。なんかあなたには見えてはいけない何かが見えてるのかもしれないです。頑張ってください。しずく来たよ、しずくさん、選抜期おめでとう、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 すごいのよ、すごい。3作分の思いを込めたから全力のリンクでみんなの瞳を真ん中色に彩ってね、これからもずっとずっと応援してます。これは私の知ってるしずくではないかもしれないです。ありがとう、ありがとうね。これはどの雫ですか、私の知ってる雫だとしたら急に陽キャになってるんですけど大丈夫かな、どの雫でしょうか、雫。次、としはるさん、応援してます、頑張ってください、完結ですね、ありがとうございます。じゃあ全力でこれから応援してもらっていいですかいっぱい来て待ってるよ。次、ね、私さこれさ読み方さ聞いたけどさ、読み方聞いたじゃんか、聞いたけどさ、あのさ読み方に自信なくてあんま読んでないけどさ、これはっはだっけ、なんだっけ、はで合ってるの、ねえ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 、はちゃん、はちゃんなわけないよね、なみ、なみちゃん、なんかさ前に聞いたよね、聞いたのは覚えてるんだけどさ、やっぱオンラインでさ話してるじゃんかいつも、だからさなんて読むのかさ正解がね、初めてやりました、これからも一緒に頑張りましょう、よろしくお願いします、ありがとう。読み書いてないの、振り仮名ないね、はやといつもねオンラインでお話ししてるけど、いつか私も波で合ってるのか、波で合ってるのね、波ちゃんありがとう。いつか私もね中国行きたい、中国で会いたいね、ねえナミちゃん、いつもオンライン上で会ってるじゃない、だからでも素直にいろんなこと言ってくれるから好きよナミちゃん、ありがとう。次、ソーリナさん、なんか見たことあるなこの字、難しいよ、なに難しい字だ、そうりなさん、あ、わかった、りなちゃんだね、もしやりなちゃんだろう、わかったよ、りなちゃんはどこの人なんだっけ、どこの国って言ってたっけね、ちょっとパッと出てこない、アジア系なのは覚えてるけど、初めてのリミスト再生、サインは漢字の方でお願いします、りなちゃん、りなちゃんありがとう。なんか最近やっぱオンラインやってないからさ、あ、同じく中国の子、中国の子か、ありがとうりなちゃん、最近オンラインやってないからなんか会った感じしてないので早く会いたいね、ありがとう。次、ヨルル、ヨルル、ヨルル会ってなくないか、最近どうだ、なんか会った記憶ないぞ。はなかちゃんこんばんは、前作の元会女子の時にこのアザージャケット買いそびれて次のシングルが出た時は買おうとなんて思ってましたが、時が過ぎようやくまたこの日が来たことが嬉しいです。よかったね、じゃあマジで全力で大切にしてください、ありがとう。次、はるみちさん、まなかのトークは面白いし人を引きつける、引きつけますって書いてある、ぜひとも田口まなかにラジオ番組を、うわーそれは本当にお願いしたい、私もやりたいと思ってるところなんだよ、気が合うね。写真集も待ってますよ、 PS チーム K ファイナルの飛び込んで次の PS めちゃくちゃ良くてぶっ刺さりました、嬉しい、ありがとう。次のピアスね、めっちゃいい曲だよね、私もあれもイントロが大好きなんだよね、わかる、その気持ち分かってくれるかな。
次、走る男ヤスさん。ヤスさんはゆいゆいさん推しなんですよ。固いゆいゆいさん推しなのに私のところにも来てくれるからいいよね。ヤスさん、選抜おめでとう。待ってたよ。選抜として音楽番組やテレビで見られるの楽しみだよ。今年も生誕祭ウィリー公演で僕隊とかでもめちゃくちゃ会えて嬉しいよ。また劇場握手会行くね。ありがとうヤスさん。ヤスさん最近も握手来てくれて握手来た後ゆいゆいさんで並んでる姿しっかりこの目に焼き付けましたありがとうヤスさん。次、もぐらちゃん。ゆりえか、生誕祭の声のそんなこんなわけでもぐらちゃんになってしまいました。まなかを見よう。もぐらちゃんになっちゃいます。まなか大好きです。そう、私を見るとね、内屋に隠れるんですよ。だからもぐらです。ありがとう。次、あや。3度目ですね。そうだ、さっきのひーちゃん、私にインスタかなんかでもメッセージ送って、誰だか改めてあれしたいからね。まなかちゃん押してからずっと元気もらってます。ずっと幸せもらってます。いつもありがとう。まなかちゃんが一番、ありがとう。まなかちゃんへの愛がドバ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 溢れてくれたら嬉しいけどね。どうですか最近何してるの。最近マジであんまり何してるか分かんないか。でも忙しいって言ってたもんね。なんか新しい職場になったからだっけ。タコ、いつ頃からだろう。握手会でもお話し会でも俺の時はリラックスしてる気がする。気のせい、うん、気のせいかなそんな風になれたことも嬉しい。これからもよろしくやって。うん、気のせいかな。多分思い違いかも。それはありがとうね。タコ、まあとりあえずなんかマラカちゃんのファンの人と仲良くなりたいんだよねって言ったら、とりあえずタコの名前出してるからありがとう。みんなと仲良くしてあげて。次、カバー来た。カバー、私が昨日一昨日名前つけたカバー。こんばんは。土日はたくさん遊んでくれてありがたいです。せっかくつけてくれたあだ名でリミスタが欲しくなったので追加しました。これは1ヶ月ぐらい続けてくれてもいいよ、この名前。ありがとうね、カバー楽しかったよ、すごい楽しいなと思いながら握手してた。またあの4連番してほしいね。しじみお前はホタテだろう。おう、しじみではないだろうなあ。こんちくはカラコンウィンクのウィンクするまなかちゃんが可愛すぎて、うんうんぎ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 ん。妖精さん、妖精さんマニアかも。人間界に長居するのは大変疲れることかと思いますので、疲れに効果があるしじみパワーで頑張ってください。砂利の底から送信。ちょっと待って、マジでやばいんだけど、どうしよう。待って、本当にやばい人いる。何ギギガガガって何。もう本当に怖いから終わり。怖いわ。何ギギガガガってびっくりするんだけど、癖強すぎない。砂利の中から送信してるらしいわ。絶対埋もれよ。埋もれてなかったらマジで問題。アサリ、はあ、はいはいはい、アサリ。次、アサリが来ました。次はおい、絶対ホタテだろ。おい、どうんだこれ。いや、あのさ、人のリミスターで遊ぶなよ本当に。アサリ、こんちくは最近喋りすぎてヤギになったアサリです。マニアカ可愛すぎ。マニアカスコ、おめめキルルンパワー。ルーの大量発生。マニアカのおかげで花粉症も治ってきた。これがマニアカの力。お吸い物から送信。待って、誰誰、これは誰、どっち、誰、どっちなのこれは。え、どっち、どっち、ハリサちゃんの方。もう分かんないけどさ、怖いからやめてもらっていい。なんか二人でもうなんかうんぎぎみたいなさ、すんぎみたいなさ、もわーみたいな。アリサちゃんね、やめてもらっていいですか。ちょっと嫌がらせならば、それはもう。ありがとうございます。次、あ、リサちゃん。リサちゃん、リサちゃんはね、あれなんだよ、横ゆりさん推しだった。私、上唇薄い子がタイプなんだけど、田口真奈子さんの唇、上唇はチュルンとしてメタ顔です。田口真奈子さんの推しポイントはチュルンとしたお顔だってね。横ゆりさん推しだもんね、やっぱな。ちょっと前、横ゆりさんの舞台見てから、うん、来なかったね、そういえば。昨日、おととい。来てなくない？
てないよね。何してんの？めちゃくちゃ肌綺麗なんだよね。次、チーズルン。チーズルン、選抜決めるとサインありがたいです。大切にするの。昨日は握手会楽しかった。久しぶりに会えて幸せ。癒しと元気をもらったので仕事頑張れる。忙しいけど体調に気をつけて頑張ってね。ありがとう、チーズルちゃん。ありがとうね。そう、久しぶりに会えたから。でも今月はね、いっぱいみんなと会えると思うから、いっぱい会おうね。みんなで楽しもうじゃないか。今月はね、発売の時期ですから。7来たい。7、マラカちゃんの好きなところ書きます。褒めるとドヤ顔で返してくれる。忙しいと現実逃避で配信しだす。ファンの目線で考えてくれる。幸せをする、幸せにするとかじゃなくて一緒に幸せになろうと言ってくれる。自分のファンのこと結構好きそう。以上、いつもありがとう。間違いないね、間違いないよね。普通に合ってます。まあ褒める、うん、まあどっちもどっちだけどね。どう？これ雑だねって、私の時が雑なんだってどうせ言うんでしょ。いや、そんなことないよ、そんなことないから。どっちもどっちでしょ。話す内容考えてこない時あるしね。次、バディさん。バディさん、6年前にあんな怯えてるような目をしていたまなかったのが、こんなに大人になった握手会前顔で対応して、わし嬉しいよ。それより何より、狭つきおめでとう。狙い雪林枠。バディさんありがとう。バディさん、ランちゃん推しだったんだけど、なんか6年前に私の握手に来てたんだって。それでさ、怯えた目をされたらしくて、私にだから行くのやめたんだって。私でもね、ランちゃんが卒業したのを機に私にまた来てくれてるみたいで嬉しいよ。優しいんだよ、バディさん。ムッチュ、今日も京都でまなかちゃんのことが大好き屋さん。ムッチュは最近、めっちゃ最近来始めたんだけど、あの一昨日か、握手来た時もマジでまなかちゃん大好きしか言わなくて、え、待って、こんな会話成り立たないことあるってぐらいに、なんかまなかちゃん大好きマジでって言ってレーンから去ってきました。5回ぐらい。おもろいよ、めっちゃ。おのっち、お、ニックネーム変えてきた。おのっち、まなかちゃん昨日握手ありがとう。可愛すぎるまなかちゃんを目の前にすると余計緊張したけど楽しかった。まなかちゃん大好きです。これからもよろしくね。ありがとう、おなっち。これからいっぱい仲良くなろうね。桃太郎の場所からね。まなかちゃんのことが大好き屋さん、むっちゅ。むっちゅ見てたのか。次、ネモハモティー。お、来たよ、ネモハモティー。ネモハモティーのツイッターのヘッダーはユーナーモギアンに話しかけられた時のヘッダーです。そうだ、まだあれ見てないや、見なきゃね。初めてこれ買うので何なのかよくは勝てないです。とりあえずもっと高橋さんにいっぱい応援して。ヘッダー見られてて恥ずかしい。すごいね、私が言うの分かってた。びっくりするんだけど。また会いに来ます。待ってるね、いっぱい話そうね。来てくれたからね、最近の握手も。すごいね、読まれてるんだ私が何喋るか。すごいわ、ちょっとさすがに感動したわ今の。次、ポコちゃん出た。この G 間違えたってなんか送ってきてたよね。コヨちゃんだけど、これだと思う。どう見てもコヨちゃんです。コヨちゃん、コヨちゃんありがとう。土日久しぶりに会えて嬉しかった。ボムマニアが好きすぎて困った。毎分毎秒かわいくて全財産でした。まなかちゃんが宇宙一かわいい。名前間違えました。誰ですか。ありがとう、コヨちゃん。コヨちゃんありがとうね。コヨちゃん、チュロス美味しかったかい。シロカツしてたね、みんなで。次、メンダコ。メンダコ、メンダコ、メンダコ来てくれたの。握手会でたくさん遊んでくれてありがとうございました。楽しかったです。名付け親のタケさんにしてもらいます。リアルなメンダコってなかなか涙目してるんです。え、まさかそっちをイメージしてつけてくれたけど。メンダコは私の家にあるテレ東の収録の、 あのロケの時にメンダコのぬいぐるみの一番くじがあって、その時に引いたメンダコに似てたからメンダコってつけただけで、リアルなメンダコじゃないから安心して。メンダコ、メンダコ嬉しいね。メンダコの理由を聞くためだけに来てくれたってことじゃ。おめまいしーさんありがとう。パシフィコ行けなかった、プン。ね、2回目もうちょっとあるじゃん、絶対に。もうちょっとあったでしょ。おめまいしーさん、かっことないとは言わせないぞ絶対に。おめまいしーさんね。次、アミ。
アミ、アミってもう最近現場に顔出さないアミ、選抜おめでとうございます。ハッピー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 。そんな真ん中に質問があります。100歳の私と100人の私、1日一緒に過ごすのはどっちがいいですか？どっちも嫌です。ごめんなさい、マジでどっちも大丈夫です。本当にありがとうございました。はい、ということでね、このアミはどのアミなのかと思ってますけど、もうちょっと100人も追えないしね、100人を背負える自信ないので、100歳も100歳でちょっと大変なんであれなんですけど、次プッチ、お、プッチだ。私がさ、これなんて読むのってショールームで言った日からさ、ちゃんとさ名前書いてくれたよね、ひらがなに。優しいなって思ってるよ。選抜入りおめでとう。お顔と歌とダンスのパフォーマンス大好きです。活動の幅が広がる感じになります。留学だから応援してます。ありがとうプッチ。プッチよく見てるよ。ありがとう。次、岡田修二さん、なかなかのフルネームで来るタイプだね。次、岡田修二。 X 見て滑り込みです。よかった。先日横浜楽しかったです。月一はオンオフ会いに行きますね。オンオフ会いに行きますってどういう意味わからんけど、ありがとう。ありがとう、いっぱい会いに来て。月1じゃなくていいよ、いっぱい会いにおいで。あ、もうあと2人だ、もう終わります。次、やっぱ20分巻きぐらいで終わるんだね。私だってこれぐらい余ってる。オンラインと、あ、オンラインとオフラインってことか、そういうことね。次、ジュンニさん。ジュンニさんって私に言い方やめよう。はい、プラカちゃん、選抜おめでとう。見せるパフォーマンスに圧倒されます。これからも先頭走ってかっこいい背中見せてください。シュープレグルビは楽しみです。そう、モナクルでね、シュープレあるので、ジュンニさんの大好きな、ということで、ジュンニさんクルミ推しなんだよね。ありがとう、だから来てくれて大切にしてね、せっかくだから。さあ、ラストです。ハマハマ、おー、ハマハマ、ハマハマ、こういうのやらないと思ってたのにやるんだね、意外だわ。ハマハマはね、ミクリンさん推しなんだ。だからね、来週って言ってたよね、ミクリンさんの卒コンあるからマジで帰ってこれないかもって言ってた。次、ハマハマ、選抜おめでとう。いつも面直接会って話すとお互いふざけた話ばかりしてしまいますが、そんな時間が本当に楽しくて仕方ないです。まなかちゃんのおかげで辛い仕事もなんとか乗り越えられてます。これからも僕のことを支えてください。選抜楽しんで。ありがとう、ハマハマ。最近もね、話したもんね、いっぱい。あの、これからもみくりんさんの卒コンでくじけずに会いに来てね、待ってます。ありがとう。ということで、20分巻きでこの分を終わりにさせていただきます。ということでね、これぐらい、これぐらいありました。ありがとうございます。これ結構いいビジュアルしてると思いないね。ということで、以上で私のインスタ終わりになります。こんばんは、ありがとう。ということで、すごい、でも2部結構たくさん来てくれた気がする。ありがとうございました。完売だとそれ全部なの？いや、そんなこともないんじゃない、さすがに。間違える時あるからね。ということで、久しぶりのリミスタでしたが、皆さんいかがでしたか？ゆきでしたかね。ありがとうございました。すごい可愛いジャケシャになってるので、届くのを楽しみにしてくれたら嬉しいなと思います。来週にはあの発表された通りお見送り会とか、あるので、3月20日は名古屋にイベントもあります、間違いない。なので、今日はありがとうございました。ということで、終わりにします。イミスタ見てくれてありがとう、みんな。じゃあ、バイバーイ。